こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。連休始まりますね。まあ気候もね、まあ天気っていうのかな、天気もまあ若干ね、こう曇ったり雨降ったりする日もありますけど、まあそんなに悪くはないですかね。まあでも結構長いですね、今度の連休は。まあとにかく私も程よく、箱根行って、まあ手伝いっていうんですかね、大したことできないですけど、まあ少しでも役に立てばいいなと思ったりしております。去年の9月ですね、例のスイッチバックカフェをオープンしまして、まあおかげさんでね、これは非常に、多くの皆さんに、好評いただいております。またね、あの箱根のまああのまあフリーペーフリーペ箱根のフリーペーパーっていうんですかね、あのミスモ箱根っていうとっても、素晴らしいフリーペーパーですけれども、ね、箱根の活性化をねやっぱり推進して、まあ、箱根のイメージアップを図るという、まあ、非常に素晴らしい雑誌でございます。会社はね、あの新百合ヶ丘にある会社でございますけれども、まあこれのいつ発売されたのかな、発売っていうのは、まあ発売だよね、まあ、フリーペーパーですけどね、3月かな、まあ春号ですかね。まあここにもですね、スイッチバックカフェはまあ大きく取り上げていただいております。それからと、まあタウンニュースってあるんですけれども、小田原にですね、タウンニュースの小田原の、まあ営業所っていうんですかね、でこのタウンニュースでもですね、いろいろ と、スイッチバックよりもタウンニュースはね、あの3月の15日に発売した箱根式ノートですね、まあこのことを取り上げていただいたり、またこのタウンニュースにね、人物不時っていうあの一つのコーナーがありましてね、それで3月の26日号ですかね、まあ、僭越ながら私もこの不時のところで取り上げていただきまして、まあ年がやもなく頑張ってるというようなことでございます。それとね、明日から、スイッチバックドレッシングを発売、することになりました。まあ、初めはね、なかなかあの、なんていうのかな、この、全国販売まではなかなか手が回らないんですけれども、まあ、とりあえずスイッチバックカフェの、まあ、店頭販売っていうんですかね、ここで販売しようかなと思っております。大きさはね、まあ、1本240ミリグラム、40ミリリットルっていうんですかね。それから値段の方は税込みで、1本680円でございます。これをですね、まあスイッチバックカフェの、店頭を中心にですね発売して、参りたいと思っております。まあとにかくね、コロナの方も少し落ち着きかけてきてるんですかね。で、まあ GoTo トラベルもねなかなか思うようにいかないようでございますけれども、まあ予定ではね6月くらいから、まああのね状況が悪くならない限りでは6月くらいからまた GoTo トラベルがね再開されるような、ことも聞いておりますので、まああの箱根はね本当にまあ素晴らしい観光地でございますので、まあ、私も縁があってね、いろいろと
箱根に、箱根との関わりが、深くなってきておりますけれども、まあやっぱりあの、ね、多くのお客さんに来ていただいて、まあ、あの感動ですね、心から感動していただけるようなそういう、まあ、場所になればいいなと思ってですね、これからも、努力してまいりますので、ぜひまたお出かけいただきたく、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。